こちらはですね、台湾を走っている環境に優しい電気バスです。本当にですね、街の至る所で見かけました。実はですね、福岡の西鉄もこの台湾の先進的な取り組みに連動する形で電気バスの導入を今加速しているんですが、TNC は今回この電気バスを製造している台湾の工場に日本のテレビ局では初めて潜入取材に成功したんです。ご覧ください。こちら台湾市内を走っている電気バスなんですが、ご覧のように1台1台のですね、バッテリーの残量がこのように表示されています。まるで電池のように表示される走行中のバス。ここは福岡空港からおよそ1280キロ離れた台湾の首都台北です。台湾政府は2030年までに台湾内を走るおよそ1万台の路線バスのすべてを二酸化炭素を多く排出するディーゼルバスから電気バスに変える方針です。台北市内のバス会社は政府や現地メーカーに出資する日本の商社とも連携し導入を加速しています。1台あたり1000万円を超える補助金を EV バスの新車を購入するときには、補助を出しておりまして、それによってディーゼルバスを買うときと変わらないコストで今バス会社さんが電気バスを買えるようになっています。このダーナンバスは保有する250台のバスのうち48台をすでに電気バスに変更。電気バスが今どこを走っているのか、またバッテリーの充電状況についてもオペレーションルームで見える化されています。この電気バスは台湾中部の町台中で製造されています。電気バスの工場に入ってきました。日本のテレビ局がここに入るのは初めてです。この工場では2011年からこれまで350台以上の電気バスを生産し、アジアやヨーロッパに輸出してきました。これはですね、電気バスに積むバッテリーです。取材で最も驚いたのは工場内で働く作業員の少なさです。製造工程のほぼ全てがオートメーション化され、生産ラインでは人間よりもロボットが慌ただしく稼働していました。 What is the strong point of your company? For example, the quality of the battery or the speed of the manufacturing? It's a vertical integration. So you can see we manufacture from components from the whole bus. Very integration. Number three, we build the ecosystem. We do like a battery as a service. We do the infrastructure for the bus charger station.So the whole ecosystem we already built. この企業に出資している住友商事は、電気バスに関する台湾の先進的な取り組みを大きなビジネスチャンスと捉えています。日本の方が残念ながらちょっと遅れていますので、電動化を日本で進めていくということには大きなメリットがあるかなと。電気バスの導入と輸出を政府と企業が一体となって進めている台湾。その台湾の動きと連動し、バスの電動化を進めているのが福岡の西鉄です。このような形で、もともと真ん中にディーゼルエンジンが乗ってたものが、これを取り外して電池を乗せているという改造を行っております。西鉄は製造から15年程度が経過したバスを改造し、電気バスに生まれ変わらせる事業を日本のバス会社として初めて実施。西鉄の電気バスは二酸化炭素の排出量がディーゼルバスよりもおよそ4割少なく、福岡市と北九州市で現在3台が走っています。その乗り心地は。今電気バスに乗っています。モーターの音がかすかにする程度で、ディーゼル車に比べてですね、非常に静かですね。西鉄は今後台湾の企業から電気バスの部品をより多く調達し、2030年度までに路線バスの1割に当たる250台まで電気バスを増やす計画です。请用金钱。おめでとうございます。
今月1日には台北の中心部に海外で4カ所目となるホテルをオープンするなど、幅広く事業を展開する西鉄。その多角化経営の大きなきっかけは意外なところにありました。それは路面電車の廃止です。私たち以前路面電車を福岡の方で走ってたんですけれども、その廃止に伴いまして、線路跡、車庫、そういった遊休地が今後有効活用していく上でですね、まず不動産業に、手掛けることが一番の、スタート。その再開発の代表例がかつて路面電車の停留場があった北九州市の砂津車庫。現在は商業施設のチャチャタウン小倉に生まれ変わり、西鉄の新たな収益を生み出す場となっています。そこから街づくりですとか、ホテル事業で、今は海外で物流関係の事業も進めておりますけれども、成長し続ける持続可能な企業であること、これが一番の、目的ですかね。バスの保有台数はおよそ2700台と国内最大級。福岡の発展とともに事業内容を変化させ前に進んできた西鉄。今後もグループの持続可能性を高め、より良い社会を作るためのチャレンジを継続する方針です。はい、今日はですね、電気バスとその西鉄の経営多角化のお話なんですけども、こちらご覧ください。西鉄の売上高の構成比です。3年前との比較なんですが、西鉄といえばですね、公共交通の電車バス、つまりこの運輸のイメージが非常に強いんですが、会社としての売上はですね、3年前でも全体の5分の1程度だったんですね。そして今年3月期です、全体のですね 14% まで減少しているんですね。つまり電車やバスというのは車両や線路の保守点検整備も必要ですし、膨大なコストがかかる割にですね、売上が伸びにくい業種であることは確かなんですね。なので西鉄としてはですね、どんどん違う分野に進出して、異業種で稼ぐ体質に変化してきたということが、これからも分かると思いますね。山根さん、この企業の多角化の必要性と逆にその難しさというのはどういうふうに見てますか？多角化は、絶対に必要ですね。例えば鉄道事業の場合、もう少子高齢化抜き差しならないところまで来ていますから、この先伸びることはないと腹をくくって次の収益の柱を作っていくしかないですね。ただ鉄道事業の場合はもともと沿線開発をしてきて、例えば貸し会員だったりとか、さっきチャチャタウンみたいな話もありましたけれども、鉄道のブランドを使ってですね、いろんな事業をやる素地は十分にありますね。もう抜き差しならないところまで来ているわけだから、経営が腹をくくって伸びる事業を作っていくと。台湾で西鉄の社員と話していてですね、いいなと思ったのは、こう若手社員がですね、これやりたいですって手を挙げたときに、やってみなはれ、松下幸之助じゃないですけど、とにかくやってみなはれという精神があるそうなんですね。でもし失敗してもですね、そこでマイナス評価をするんじゃなくて、違うことやってみなはれと、そういう DNA が会社としてあるそうなんですね。こういうところは会社として、他の会社も見習うところが多くあると思います。そしてですね、西鉄はホテルやレジャーにも今力を入れていまして、この図で見ますとですね、その割合は減っているんですが、これは明らかに、コロナの影響です。来年にはですね、タイのバンコクに海外で5カ所目のホテルも開業予定です。西鉄はですね、この分野非常に伸びしろが多いと見てみますので、今後の動向に注目です。